コーシュン対ウシー。もうザ・サードストライク、チュンリー対ヨムですね。さあ歩くぞ。来撃、手前来撃、手前来撃は投げてください。外野締めて大パンチ、大パンチで大やはりコーシュンといったらあの空中戦ですからね。そうですね、空中戦がお上手です。これ浮いてしまい、ぐらいを確認している。まとまったダメージ、絶唱締めで半分回収。ターゲットはガード、あっ殺している、割り込んだ。ガードジャンプ、投げて、ここはしっかり発動、甘いませんね。はい、チュンリー側としてはまあ使わして回収ゼロなのでまだいいでしょうと。そうですね、必要最低限でラウンドを落とす形、はい、こういう読み合いも大事ですからね。はい、さあ下頃の応酬だが、ここで保育刺さり代々いぶち足使ってるが、使っても強い、強い大きさに現役者発動、リープ当たって前方のシュート、これは半ですけどね。リープ今これかなり厳しい連携、しかししかし相手百裂、百裂大パン投げてく、小さく当てるつもりだったが投げ上がれ、よう投げましたね。今の投げましたね、よく投げを押せた。これはゲージ状況もチュンリー悪くない。開幕前方から小木、旋風旋風大パン突然打開絶唱と、いいダメージですね、いいダメージですね。はい、もう一回これが通ると通らないとでは大きく違いますね。はい、またしても前方転身拾っていく、小木金中継、小木高い絶唱、これもう一本ダメルキなんでしょうか。いや、いざ方よく、これがチュンリーだからダッシュ中足、硬い牛、硬いグラップもしっかり、投げも通してくれない、膝方よく当てて、どうなる、体力は大パン、大パン中足鉄座、これをブルーのは厳しい。ああ、これは難しいですね、あのタイミングが難しいですね。あれはちょっと無理だな、無理っすね、ふわっとくるんで、よっぽど画面を見てないで無理して、あの体力状況は厳しい、厳しいですね。中堅牛がコーシュンを下し、出てくるはアレックス、まあそうですね、どうせユンなんで、そうですね、後ろもユンならば私が先に行こうと TM 残してアレックス、中堅アレックス対中堅牛、結構果敢に前出ますね、押しますねアレックスは。やっぱりゲージ貯めるの唯一1本貯めるまで、はい、ユンの方が早い組み合わせかなって僕思ってるんで、これはもう今前出しから逆2択ですね。ですね、ゲーブロード、これジャンプラインサリー飛んでいるぞ。おっと弱エリス、リフレクターとしての役割をちゃんと果たして、はい、回収ゼロで1本なくさせました。回収がうまいですね、これうまいですね。台盤は早い、跳ね返していく、 TC が刺さってしまい、お前の居場所はそこだと、これは補正切りルートにはいかず乾燥ルートとダメージ重視でいくと2バックしてのけてやるんですかね。これ TC で暴れてく、ちょっと反応早すぎやな、反応早いですね、早いですね、集中してます、集中力の塊です。熱い、発動してサイズキックからのエリス、こういう連携もそうですね。まあまあまあ、ユン側も相手にしないっていうのも一個手ですね、はい、そうですね。ヘッド暴れ、上が見えてる、あーっとテリブル持続短いですからね、ですね、重ねるのが難しい、危ない、ナイスが取った前方停止、これも必要経費でしょう、しょうがないと。しゃがみ中盤、やはりしゃがみ中盤が強い、隙がなさすぎる、これは投げて捕まえたぞ、遅らせ先はエリスから投げなかったですね。うわっとこれ立ち台系の打つポイントがタックル、タックルを打つ、うわただいったがしゃがみ中盤、二焼却瀕死あるのかアレックス、マジで今の前風呂張って投げていく。全然わからん。幻惑効果です。投げれるのあれ。投げていく。つなぎましたアレックス。ただ牛も負けてません。状況はいいぞ。2で逃げて、2で逃げれた。素晴らしい逃げ。継続はしない近代パン。さあこれは1本たまる前にどうにかしたいアレックス。ただ不要に近づけばこの追い払い、追い払い前方まだ死なないが、前方からのこれユリアもゲージが1本しかない。ここでダッシュ引けばの肘、うますぎる。画面端を選択、2択から、うわーちっちゃいのよマジか。今のつながんないですか。ああ何もしゃべれんって、そんなあれつながんないマジか。こういうことがあるんですよね。いやチビキャラのメリット。なるほど。あれは目視じゃ確認はできないですね。いやーやるしかないですからね。さあ TM にユン2枚課せられました。これここ牛さん勝とうもんなら、はい、結果すごいことになって、すごいことですね。丸さんだらけですね。丸さんのさあそれでもこのキャラで、はい、あらゆる逆境を跳ねのけてきたのがこの男です。はい、いい男です。いい男といい男だな。そういうことですよ本当に。男前同士がゲームしよんで、はい、見てみましょう。大将 TM 対中堅牛。しゃがみ中盤に焼却。このバリア。さあ体を入れ替えた。ここは期待したいですね。そうですね。画面端大事にしたいが逃げるのもうまい牛。水道投げだ。天中で大回絶唱と半分回収。とんでもない回収。このゲージしのげれば見えてきますが、おっ糸投げしのいだぞ。さあお攻めコパン埋めゲブロしてましたね。しかも来撃。これは垂直読みの前出し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 削れ。ギリギリ削れず一度と残ってますね。かなり削ったんですが、いや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 、削り抜く選択肢はかなりお見事だったんですが、ただまだあるぞ TM。 これ円柱系バリアどうしのぐのか。値段から崩れてしまう。接触まで投げもジャンプしている。なんという牛。このキャンセル決断。前方転身、古木大パン決算高い絶唱、ゼロドットどうする、小足絶唱、タイムで削りに来ました。勝ったのは牛。おめでとうございます。